お忙しい中、各番組に足を運んでくださいまして、誠にありがとうございます。で今回、夏にまた予備会というものを、新橋演舞場の方でさせていただくことになりました。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。そもそもなぜこの自主公演を始めようと自主公演ですか？はい。基本的に歌舞伎役者は自主公演をするんですよね。父もしてまして、父は新井疎開というものをしてまして、基本的にその歌舞伎役者が自主公演をするというのは、多いことなんですね。ですけれども、大体はその歌舞伎の演目で古典芸能を自分がなかなか務めさせていただけないような大役を、自分で自ら勉強するためにやるというのは、恒例の自主公演なんですけども、私の場合は本当に様々なお役を若いうちにさせていただいたこともありまして、いつか團十郎が生前にお前も自主公演をしなさいよというようなお話をされていまして、そういったことで、私もいつかやろうと思ったことが、ちょうど去年になったということで、ですけれどもその大役頂戴していたので、何をするべきなのかなというのを随分考えた時期ありましたけれども、どうせやるんだならば、今度はちょっと違うことをやってみようかなというようなことで始めました。ありがとうございます。大掛かりな仕掛けということではなくて、やはりその古事記というものを、歌舞伎というのはどうしてもこう形式にとらわれることが多いんですけども、そういったものは一回ちょっと排除した上で考えて、歌舞伎の方式の中であるものをなるべくふんだんに入れたものにしようかなというふうに思ってます。でもやっぱりどうしてもその歌舞伎をご覧になる方々の、そのやっぱりこう敷居が高いとか、ちょっと高額な金額だとか、さまざま問題はあると思うんですけども、やはりその自主公演ということで、やっぱりそのできる限り多くの若い方にも見ていただきたいですし、やはりその歌舞伎をよく知ってらっしゃる方にも見ていただきたいですし、そのお子様を意識して作ったっていうのは、どちらかというと去年の花咲爺さん、これはどちらかというともうちょっと若い方、また親子の方々を、思って作った作品です。今回はどちらかというと、僧というのは創作な部分がございますし、死の霧というのはもうおっしゃった道徳観的なことと、伝統文化と、いつかそういった形を残せればいいなという志なので、どちらかというと古典寄りな、ところがございます。また来年にはまた日本昔話も復帰しようかなとは思ってるんですけど、なかなかやっぱ制作もちょこ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 できるわけじゃないんで、やっぱなかなかこう話し合いと打ち合わせとミーティングと、もうなんだかいろんなことがよくわかんないぐらいなんで、すぐできないんですけど、やっていけるように頑張ります。はい、ありがとうございました。はい、今のツーショットからお願いします。目線こちらお願いします。さっきの誰が質問したか忘れちゃったけど、なんだっけ、なんで長田さんに決めたんですかっていう話、誰がしたっけ、ね、さっきのもそうなんですけど、本当は今聞いたら、僕忘れてたんですけど、彼女の名前と生年月日を聞いてみたらしい、僕よくわかんない。なんか占いをされて。占いをしたんだ。こちらとかに。こっちお願いします。